はい、ひかりです。今回紹介するのは、100円ショップのセリアで売ってた組み立てロボットですね。これ1箱100円で、まあ3個買ってきたんだけど、中身は A パターンと B パターンのロボがあって、まあ色もね4種類ずつあるんだけど、どれが入ってるかはわからない系のやつです。結構ね、YouTube とか Twitter とかで話題になってていいねみたいな。で、なんか、結構 YouTuber とかでも取り上げてる人多かったんだけど、欲しかったんだけどね、あんまなかったんで、あんまってかな、俺の近所は入ったのがめちゃめちゃ遅かった。しかも結構即売れしてて、人気なのかな、まあ話題になってるからみんな、Twitter にあげようみたいな感じで買ってたのかなーと思いますね。で、まあ今回は、まあ3箱買ってきたんで、もう開けて遊びました。紹介したいと思います。はい。3箱開けて、1箱目を開けたら、緑色の A パターンですね。タイプ A ですね。で、2個目開けたら、どっちだっけ？ 2 個目これか。はい。赤の A パターン、タイプ A。で、3個目が、これ。はい。これは何だ？ブラックなのかな？グレーか。グレーのタイプ A でした。残念ながら全部 A であるんだけど、逆に、なんかめっちゃね、なんかね、全部揃ってて、なんか量産型みたいな感じでかっこよくなったかなと思いますね。かっこよさだと、まあね、完全にこのグレーがいいんだけど、よかった。これからの時期、この2色でね、合体させれば、まあクリスマスカラーになるかなと。はい。でね、これをまず、組み立てて、思ったことは、第一印象は、でかくねって思った。100円ショップのさ、なんか、おもちゃってか、こういうロボットってさ、こんぐらいのイメージだったわけ。消しゴムぐらいのサイズかと思う。まあ、消しゴムよりは大きいけど、この半分ぐらいのサイズ予想してたんだけど、例えば、ウルトラマンの普通に、今のジードの普通の装備と比べると、ほら、こんな感じ。まあ、これと比べるとちっちゃく感じるかもしれないけど、このロボね、正直、最強なロボって感じじゃないじゃん。だから、まあ、3体ぐらい用意して、なんかウルトラマンジードがこう戦ってて、それを助ける、ね、人間が操縦してる、なんか地球防衛隊のロボみたいな感じ。ウルトラマンサーガン出てくるあの地球防衛隊のロボみたいな感じで、使えばいいんじゃないかなと思いますよ。めちゃめちゃね、そういう感じで遊ぶと、遊び方としてはいいと思います。はい。で、まあね、これ一応ね、箱のところにね、組み立てロボット、まあ、組み立て方は書いてあって、簡単に組み立てられます。慣れると、ほんと2、3分で組み立てられるんだけど、2つ以上購入して、色を組み替えたり、パーツをさらに繋げてオリジナルロボにカスタマイズできるんだけど、まずね、色を混ぜるとね、かっこよくならないし、まあ、色を混ぜるともちろんかっこよくならないんだけど、プラス、色を一緒にしたとしても、なんか、こうね、ごてごてさせても、正直最強な感じにはならないの。ただちょっと、カスタムしたな、ちょっと強くなったなぐらいで、だから正直このままがいいよ。しかも、なんか、パーツ余るし、パーツ余っちゃうよ。余っちゃう。はい。だからね、このまま遊びましょう。もうこれ以上変形も何もないっす。ポーズを変えるだけしかないと思います。塗装はね、一部ね、塗装したって結構雑な塗装なんだけど、まあ自分で塗装やり直したい人はやり直してもいいし、正直これは大量に買って、もう兵士っていうか、そんな感じで使うのがいいんじゃないかなと、遊び方としては。いいと思いますよ。例えばこんな感じでさ、ね、ペスターがガーッと現れるじゃん。そこにさ、こうなんだろうな。まあペスターが現れて、ウルトラマンサブローがこう戦います。ね、サブローが、待て！ダーッつって、ダーッ、うわーっつってやられたときに、で、ペスターがとどめさそうとしたときに、ダダダダダダダン！うわー！ピューン！地球防衛隊だ！ウルトラマン太郎を援護しろ！あ、太郎じゃないや、サブローを援護しろ！こんな感じで、助けに来るみたいな感じで、もちろん、とどめさすのは、ね、サブローとかウルトラマンが担当するんだけど、こう、援護したりとか、もしくは、ちょっと、なんか、強い敵とか、あと見回りとか、そういう遊びをするときに、こんな感じで、まあ、ウルトラマン一体に対して、こうね、まあ、左右にこう、一体ずつこう入れて、一つの舞台をね、作ってもいいし、まあ、本当の理想的な、まあ、遊び方としては、2、30体買って、こうもう、軍隊にして、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥルルルドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥルルルンって遊ぶのが、いいかなと思いますよ。こういう遊び方は楽しいと思います。はい、ということでね、これね、おすすめ？これを買うのにおすすめな人は、まあ、コレクションする用ではない。だけど、リアルに、フィギュアとかで遊びたい人とかにはおすすめかな。あと、クオリティを求める人とか、写真撮って遊ぶ、まあ、写真撮って遊ぶにはいいんだけど、すげえクオリティを求めるんじゃなくて、本当になんか、遊ぶための兵隊みたいな、感じで使うならすごいいいんじゃないかな。
だから子供に与えるのもいいし、大人が遊ぶのにもいいと思いますよ。うん、これはね、かなりいい。あとみんな思ってるよりでかいし、あとね、重量感、うん、ちょっと重いっすよ、重い。重さもあって、重厚感っていうのわかんないけど、うん。ただ、組み替え遊びは、組み立てロボットって名前だから、組み立てて遊ぶだけで、組み替えではないっていう。組み替えてカスタムもできなくはないけど、この背面の穴とかもなんかあるんだけど、こことここの穴サイズ違うし、なんかね、結構いろんなところパーツね、なんかね、はめる場所によってサイズ、なんか穴のサイズとか違うから、オスメスのなんか大きさとか違ったりするから、全然、組み替えはできないです、正直。しない方がいいです。もうこのまま固定の方がいいですよ。で、ポーズ切り替えて、遊ぶみたいなね。ということでね、100円ショップね、ダイソーとセリアしか俺は基本行けないんだけど、あんまないからね、それ以外が。まあ、ダイソーにもセリアにもね、面白いおもちゃ、ほんとね、いいなって思うの結構あるから、またね、買ってくると思います。以上です。じゃあまた。Please subscribe.